ビシッと入ったね。楽しい。いやーマジですごいなこれ。モーターはいどうもこんにちは、モーターの山田です。前に前田も来ていたサスペンションで有名な田辺さんの工場に来ております。僕も工場見学ができる、嬉しい。山田さん、はい、ごめんなさい、今日工場見学じゃないんです。え、いやだって僕もあのバネがギュギュギュンってガッチョンっていうの見れるんじゃないの。それではなくてですね、はい、今日はやっぱ田辺さんの新しいサスペンションのシリーズが出たので、はい、ほうほうほう、それをちょっと体感してほしいんですよ。あ、なるほど。じゃあ工場は見れない、お預けです。滋賀まで来たのに。でももっともっと、はい、あの運転が楽しくなるようなアイテムとして僕は聞いてますので、はい、なるほど。いやこれはこれでいい経験になると思いますよ。工場はちょっと残念ですけど別の機会に取っておいて、早速その新しいサスペンションを見せてもらおうと思います。はい、というわけでですね、新しいサスペンションがあるということで出演していただきます田辺の林さんです。よろしくお願いします。田辺さんから新しいサスペンションキットが出るということなんですね、はい、そうですね、はい、物を見せてもらえたりとかするんですか。あ、もちろんできます。ちょっと見せてもらえますか。分かりました、ちょっと待ってくださいね。はい、わ、出てきた。これが新しく作りました GT ファントライドっていうサスペンションです。ファントライド、はい、サスペンションって、はい、なんかアルファベット3文字みたいなのが多いイメージがあるんですけど、はいはい、ファントライドっていう名前なんですか。そうですね、ファントライドっていうブランドの中で車庫長はダンパーっていう形 で、はいはい、でスプリングがファントライドスプリングっていう形でやらさせてもらってます。それはなんか今まであったものとはちょっと住み分けが違うんですか。そうですね、まあ、うちもスポーツっていうのはあったんですけど、よりそのスポーツサスペンションを作りたいなということで、はい、ホイールの方で GT っていうホイールのブランドがありまして、はいはい、そこに合わせる形で用品の方も GT という同じブランドで分かりやすくするためにブランドを入れたっていう形ですね。ホイールと共通のブランドになるんですね。そうですね、まあ、この車も今履いてますけど、そうですね、この SSR のホイール、はい、これも GT というブランドのホイールで GTX っていうも、はい、この形と同じような形でもうスポーツっていうカテゴリーを分かりやすくするためにチューニングしたダンパーを作ったんです。スポーツに寄せてるということで、はい、今回ご用意いただいたのはこの86ですけど、はい、それスポーツカーを中心にご紹介していくブランドなんですか。そうですね、スポーツカーだったりとか GR だったりとかニスモだったりとか、その専用チューニングされてる車両に対してラインナップしているという形です。なるほど、はい、例えばですけど、はい、トヨタだったら GR、はい、ホンダだったりニスモとかオメガとかいろいろあるじゃないですか、はい、それってもう結構足もなんかそれなりの感じに味付けしてあったりするじゃないですか。 そこからさらにもう一歩踏み込んでる。そうですね、やっぱり万人受けするようなチューニングをされてるので、はい、そこでまあうちとしては楽しく走っていただけるようにステアリングを切れ味良くなったりとかっていうその味付けをして楽しんでいただけたらなっていう形で作らさせてもらって。なるほど、はい、そもそもね、普通に走ってても楽しい車ですけど、はい、どれぐらい変わるのかってめっちゃ気になりますね。今日はそれを体験させていただける。もちろん今はノーマルなんですけど、はい、一応乗っていただいて比較していただけたらなと思います、はい、じゃあ早速乗らせてもらってもいいですか。どうぞ乗ってきてください。いやだ、久々に86、しかも GR スポーツを初めて乗っちゃいます。はい、というわけでですね、今回ご用意いただいたのはこちらの 86GR スポーツですね。普通の86と何が違うのっていうところですけど、専用のフロントスポイラーがついていたりとか、サイドステップも変わってますし、こういうガーニッシュとか細かいところが変わってるのと、あとここですね、前後にブレンボのブレーキキャリパーがついていて、でディスクもベンチレーテッドディスクになっています。本当はホイールがですね、このブレンボに合わせた17インチのホイールがついてるんですけれども、今回は SSR の FFTR というですね、こちらのホイールがついております。これで1インチ上がって18インチですね。で合わせてるのはじゃじゃーん、ダンロップのディレッツァ Z3、 しかも新品でございます。
これ走らせてもらっちゃっていいのかな。で、サイズが225/40の18ですね。リアも同じ225/40の18です。タイヤも一緒ですね。あとはこんな感じでリアスポイラーがついていたりとか、2本出しの、ね、太めのマフラーがついてたりとか、まあいろいろね、あのついてはいますが、ノーマルと大きく違うところはタイヤホイールが変わってますね。普通の GR スポーツとは、ここは異なってます。で、今日の企画はまずはノーマルでこの 86GR スポーツに乗らせてもらいます。その後ですね、ファントライド、これちなみに書き方がファントゥーライドって書いてあるんですね。楽しくやっぱり走りましょうっていうことでございますと。で、それのダウンスプリングを入れていただいて、それでまず走らせてもらった後に車庫帳を入れて走ってみて、どれぐらい変化するのかっていうのを体験させてもらおうと思います。ちなみに現在ノーマル車高でございます。今がですね、タイヤとフェンダーまでの高さ指3本でギリチョンですね。まあ、こうやってピッて指締めてればちょっと余裕あるかな。4本は入らないです。で、ここの高さは拳2個分ぐらいありますかね。サイドステップのところ、結構高いです。ノーマルこんな高いんだね。意外や意外。リアも4本は入らないです。3本ってとこですね。久々の86、しかもこの GR スポーツ、はい、ブルルルルってこの運転席に響いてくるんですよ、音が。たまらんですね。たまんないね。純正でもなんかしっかりしてますね。いや、十分だと僕思ってますけどね、今今これホイールも実はノーマルよりも1インチ大きくなってるし、ディレッツァの Z3 になってるんで、元々のタイヤよりはコツコツしてる印象なんでしょうけど、で、足もね、純正でスポーティーな味付けになってるんで、すごく気持ちよく乗れてるし、これより良くなっちゃうんすか。まあ、とはいえさっき車高の高さはちょっと気になるかなってなりましたよね。そうですね、ちょっと高いっすね。そうですよね。ぶっちゃけ足結構いいんで、はい、ダウンスプリングだけで全然いいんじゃないかな。あ、ほらこういうところ、おーおーおー、クンってハンドルの応答性も全然いいし、でブレーキもブロンコでね、すごく今操作感もリニアだし、はい、いやこれですよね、やっぱ。いや本当そうですね。86欲しい企画の趣旨変わっとるまあまあまあ、ノーマルもね、なんとなく分かったところで、じゃあ早速つけてもらいに行きましょうか、はい、そうですね。はい、ということでですね、これからダウンサスつけていただくんですけど、これがファントライドのダウンサスですね。で、こっちがもともと86についていたスプリングなんです。これ両方ともフロント用なんですけど、こうやって立てるとちょっと太巻き分ぐらい、低くなってますね。ちなみに86の GR スポーツはこれを取り付けることでだいたい15ミリほど車高が下がるそうです。乗り味変わるのかな。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。もうダウンサスついたということで、はい、前後どれぐらい車高下がってるんですかね。フロントが、まあ、20ダウンぐらいですね。20ミリダウン、はい、そうですね。リアが30ミリダウンぐらいですね。なるほど、はい、さっきまでね、僕ここ指3本ぐらいだったんですよね、まあ、今ちょっとハンドル切っちゃってるんですけど、まっすぐ行って指3入んないですね。指2ですね。リアもこれで指3本入んないですね。指2ですね。うわ、バッチリ落ちてる。前後バランスもいい感じにダウンしてる。そうですね、はい、こう見た時にサイドステップ綺麗にまっすぐでかっこいい。ちなみに、はい、なんかこれ僕の勝手なイメージなんですけど、はい、ダウンサスって車高落ちるけど結果バネ短かったりとか、はい、妙にバネレート硬かったりで、はい、すごいなんか乗ってて疲れるみたいなイメージあるんですけど、はい、その辺ってどうなんですか。純正のスプリングのレートが計測したところでよると 2.6 キロ、うちのやつが 2.8 0.2 キロ。まあそんなにすごい幅があるわけではない。リアはどうなんですか。リアはですね、若干高いんですけど、純正が 3.5kg、うちのが 4kg。 へー、4kg、ちょい肩ぐらいなんですね。そうですね。乗り味としてはどんなところを意識して作ってあるんでしょう。ハンドルのフィーリングだったりとか、はい、っていうのを意識しながら作ったっていう形ですね。乗り心地も硬めなんですけど、乗り心地が不快にならないようにっていう形で作らせてます。なるほど。じゃあ早速ちょっと乗らせてもらいます。どうぞ。さあ、というわけで再びさっきと同じ道まで来て走り出したところでございます。でもここに来るまでもちょっと乗ってたんですけど、いわゆるダウンスプリングって単純にバネの長さが短くなってる関係プラスちょっとそのバネレートが硬くなってる関係で乗り心地が悪くなるものが多いイメージがあったんですよ。突き上げドーンドーンみたいな、車高の低さと引き換えに何かをこう犠牲にしているというかっていうイメージがあったんですけど、これ
まあ、もちろんね、あの段差でコツンっていう突き上げはさっきのノーマルよりも強くなってるんですけど、全然ね気になるレベルじゃなくて、素直に車高が落とせて、ちゃんと乗り心地も確保されてると。ダウン量は15ミリダウンという形でした。今ね、ここに来るまでの街乗りは分かったんで、ちょっとこのワインディングというかツイスティーな道でどういう風に反応するのか、どういう風に車が動くのかチェックしてみたいと思います。はい、じゃあ行ってみますよ。これ右左って曲がります。左、重心が下がったおかげですごく動きがですね抑えられて、今コーナービュってクリアしていく時もアクセルちょっと踏んで前に加速させてあげながら抜けるのがすごく姿勢綺麗でしたね。でぶっちゃけここ結構道悪いんですよ。そもそもアスファルトも割れてたりとかするんですけど、で今コト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 ってなってるけど、全然ね気になるレベルじゃないですね。ダウンソスなのにこんなに乗り心地いいんだって今僕は勝手に思ってます。かっこよさのために乗り心地を犠牲にするんだっていう、いわゆるダウンソス、ダウンスプリングってありますけど、それとはちょっと一線を画していますね。これは86みたいなスポーツカーってやっぱり車高を下げてかっこいい見た目を作りたいじゃないですか。これならね、そもそものこの GR スポーツが持ってる心地いい乗り心地とサスペンションのフィール両立した状態で車高下げられますね。わー気持ちいいこの辺。あーいいですね、超気持ちいい。本当いわゆるワインディング60キロぐらいで流してるだけでもすごくよくわかるスプリングだと思います。全然違う。え、これ車高調まで行っちゃうとどうなっちゃうんですかね。この後の展開がめっちゃ楽しみですね。はい、こう大人な下げ方、そして大人な乗り心地、わかる、さらにコスパ良しっていうのがこのダウンサスのいいところかなって僕は乗ってて思いました。確かに。じゃあ今度は本日いよいよ大詰め、車高調つけてもらっちゃいましょうか。はい、一緒に行きましょう。いやそれが一番楽しみだな。じゃあ行ってみましょう。はい、はい、というわけでドライドダウンサスをつけて帰ってまいりました。想像以上に純正同等の乗り心地でびっくりしました。あ、思いますか。ちょっとノーマルより硬くなってるっていう部分のゴツゴツした感じは感じましたけど、でもやっぱそれって結局ダイレクトさにつながってくるんで、ちょっとワインディングみたいなところでギュッてステアリング切った時とか変なロールせずに前に進んでってくれる感じがすごく気持ちよくて、楽しく走れました。よかったです。何よりやっぱ落ちてるとかっこいいっすね。まあそうですよね。ちなみにあれっておいくらなんでしょうか。86用で86用で39,800円。サンキューパー、普通に4本ってことですよね。はい、安くない。すごく気持ちよく走れて楽しかったんですけど、個人的にはメインディッシュが残っております。そうですね。じゃあ車高調見せてもらってもいいですか。はい、よいしょ。あー出てきた。これですね。はい、GT ファントライド、これがかなり本格的にこうスポーツに寄せている。そうですね、スポーツ向けに作った車高調っていう形ですね。はい、さっきのダウンサスとこの車高調の住み分けっていうのはどういうところなんでしょう。やっぱりスプリングっていうのは手軽にカスタムできるっていうところでスプリング交換っていう部分なんですけど、車高調っていうのはもう自分のスタイルだったりとか走りだったりとかっていうのに調整していただけるように、まあ全年 G を採用させてもらって、はいはい、自分の車高だったりとか、まあ減衰力調整とかついてるんで、好みのその硬さにしていただけるっていうので、そういうところで住み分けさせていただきます。なるほど。減衰はまず何段調整できるんですか。減衰力は40段調整。もう40段、そんな細かくやれるんですね。40段調整できます。ダウン量とか車高の変更だとどれぐらいの幅いけるんですか。30から40ぐらいまでは落ちるんですけど、まあそれもさっきも言わさせてもらったみたいに、その全ネジ調整で、ね、のところに調整していただけるという感じですね。なるほど。走るフィールドとか、はい、作りたい車の形に合わせていじる感じのバネは、まあこれがついてるんですけど、5キロというスプリングがついてるんですけど、まあこれもうちのシリーズでプロ210というスプリングがついてるんですけど、カスタムで6キロだったりとか7キロだったりとかっていうスプリングも設定してますので、なるほど、まあこの辺も自分のスタイルに合わせてスプリングを交換していただけるという形なるほど。はい、じゃあまずはこの5キロで、はい、で試してみて、はい、もっと硬い方がいいなとかっていう時に、そうです、減衰いじって、はい、いや違うバネだってなったら変える。あ、そうです。その他でもすごくこだわられてるところとかってあるんですか。ブラケットの作り見てもらったら分かるんですけど、抱き込んでる形状になってるんですよね。ほー、まあ、他社さんとかはこう、まっすぐのものでこう
溶接されてたりとか、はいはいはい、こういうふうな形状にすることで共同を持たせて、うん、そうすることによってこう安心に使っていただく。これもこういうふうに形にしてテストを行ってクリアできたものが定義になっていってる。ちなみに抱き込んでっていうのはこういうことですよね。ここからシンプルに生えているのではなくてぐるっと抱き込んで溶接されてることによって共同を持たせる。そうです、はい、すごいな。じゃあ今度はこのファントライド車高調をつけて雷の音雷鳴ってますけど車高調をつけて走らせてもらっちゃおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、林さん車高調がついちゃったということで、はい、つきました。どうぞ見てください。超下がってるかっこいいんだけど、ずいぶん下がりましたね。そうですね。これで前後どれぐらい下がってるんですか。フロントが先ほどよりもだいぶ下がってて47で、ギアが35ぐらいですね。ノーマルから要は5センチも落ちてるってことになるんですね。そうですね。ノーマルの時は指 3.5 本ぐらい入りそうでしたけど、今1本しか入りません。落ちたね。サイドステップのところも拳2個分ぐらいありましたけど、今 1.5 個ぐらいですね。でリアも指1本ですね。2本はちょっと入んないですね。じゃあこれで乗り味がどう変わったのか、走ってきてもいいですか。ぜひ乗ってきてください。行ってきます。はい、というわけでですね、ファントライドの車高調をつけてこれから走ってみるわけですけど、ちなみに減衰は前後40段調節なんですけど、今真ん中の20段になってます。そしてもうこれ嘘ついてもしょうがないんで先に言いますけど、ちょっと乗りました。ただ減衰フルマックス硬い方で乗ったんで、いわゆるナチュラルなこの車高調の動きっていうのはまだ分かってません。なのでこれから初体験してこようと思います。おお、あ雨が来たけど、そういうことじゃなくてギャップのこなし方がすごい綺麗。ハイパー硬い車高調とか安いダウンサスとかつけてこうデーンデーンって突き上げてくる感じは全然ないですね。すごく平坦に走ってる分にはジェントルな乗り心地ですけど、でもちゃんと硬さありますね。まあ、前5キロのバネレートでついておりますが、さっきよりは多少硬くなってる。3キロぐらい硬くなってますね。おお、ギャップでさっき感じた、はい、ダシ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 正直ありました。はい、まあそういうもんだよねと思ってました。うん、いやまさに何でしょう、ヨーロッパ車の上質なあのサスペンションの動きあるじゃないですか。はい、僕とか吉永大好きなやつ。そうですね、あれあちなみに今分かりました、コーナリング、はい、めちゃめちゃ良かったの。めちゃ良かっためちゃ良かった、超ビシッと入ったね。楽しいいやーマジですごいなこれ。いやー久々になんかパーツ紹介して笑っとる本当この瞬間ですよね。アフターパーツってすげーなって思わされるの。はい、うん、で今ここちょっとコトコトコトってした道なんですけど、さっきよりも正直綺麗にいなしてくれてる感あるかもしれないですね。間違いない。ノーマルの時ってもうちょっと、まあ、これタイヤが Z3 でちょっと硬いんでカツン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 って来てたんですけど、今はこう乗りこなしながらもしっかり足が動いて衝撃吸収してくれてるんで、不快なコトコトコトコツコツコツみたいなのは全くないですね。さあ左曲がりますよ。50キロぐらいからです。ニューンって、おお気持ちいい。ちゃんとスポーツ、あのただの車高調ってあるじゃない正直じゃなくて、きちんとこういうところでブレーキ踏んでグーって動いてくれて、で鼻がこう入っていく感じで、ちゃんとねロールもしてるんですよ。こういうところとかグーってロールはしてくれてて、でもそこで車の姿勢がピタッて安定してるから、これはねサーキットとか行っても安心してアクセル踏めるんじゃないかな。まあ、基準のサーキットがどこに置くかっていうのももちろんあるんですよ。国際サーキットとかあのミニサーキットとかいろいろある中で、スポーティーな走りを楽しむっていう意味ではファントライドマジいいと思いますよ。僕今日ノーマルから乗らせてもらって、ダウンサスつけて、でこのファントライド車高調をつけて、こんなに違うって思ってるもんね。ノーマルの乗り味のままちょっと車高を下げてジェントルに楽しみたいっていう人は、まあ、ダウンサスで 38,500 円らしいんで、それで下げてこう楽しんで乗るっていうのは全然ありだと思いますと。ただそこからもう一個スポーティーな上質な走りを求めてるっていうんだったら、この車高調を入れて
こうビュンビュンに走るっていうのも楽しいんじゃないかな。マジでファントライドっていうかファントゥーライドですよ。ほら乗るの超楽しくなりますよ。いやこれね本当にこのパッケージも売ってくんねえかなって助手席からでもやっぱ違います。全然違うっすね。このコーナーちゃんと確実にクリアしていくんだろうなっていうのを、はい、もう感じさせてくれるし、実際その動きもしてますんで、うん、なんか僕個人として思ったとこなんですけど、はい、ダウンサス確かに安いなと思ったんですよ、はい、7万8500円ですよね。やっぱりどうせやるならば一番いい車高で、はい、一番いい乗り味を乗ってもらう、うん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 、それはやっぱり車高調行かなきゃダメだよな。そうですね、って強く思ったですね。で僕自身が、まあ、今のボクスターにダウンサスを入れてるんで、はい、やっぱ車高調ってすごいな、ちゃんとしたやつってそれなりに楽しくしてくれるなっていうのを強く感じたっすね。何より楽しくしてくれるっていうのが一番でかいっすよね。でかい。普段の移動から楽しくなったら車もっと好きになるじゃないですか。間違いない。楽しさがより底上げされるっていうのがこういうパーツのいいところだなって思いました。じゃあまたちょっと戻って林さんにいろいろ聞いてみましょうか。そうですね。はい、はい、はい、というわけで走って帰ってまいりました。はい、ありがとうございました。もう何がありがとうございましたって、めっちゃ楽しかったです。あ、マジか。ファントライド、まさに名前の通り本当に楽しくて、さっきまではダンサスよりももうちょっとこうスポーティーしなやかな動きをしてくれるようになって、はい、でさらに、まあ、まず見た目もすぐ変わったじゃないですか。ここで見て満足度高くて乗り込むときに、あ、下がったねっていう満足度の高さと、はい、視点が低くなっていることの運転の感覚の違いっていうのがまず一としてあって、はい、シンプル、街乗りもすごくしやすかったし、はい、交差点行く一個やっぱ楽しいなと思って、はい、じゃあワインディング行って50キロ、60キロハンドル切っていくと、車がちゃんと思った通りのところに行こうとしてくれる、はい、思った通りハンドル切ったらハンドル切っただけ曲がってくれるっていうようになったのが本当に面白かったです。で、はい、ちなみに、はい、さっきのダウンサスが38,500円でした、はい、ってなると車高調がお高いんじゃないですか。車高調は188,500円です。188,500円、はい、あでもそんなもんですか。そんなもんです。その価格でこれが手に入るって、うん、僕的にはめちゃめちゃお得です。ダウンサスはちょっとだけ下げたいなみたいな、はい、マイルドな層とか、うん、ちょっと大人な人にぜひ乗ってもらいたいなと思いましたし、はい、これはこれでガンガン走る人とか、ね、もっと攻めたスタイル作りたいとかっていう時にバッチリなんじゃないかなって、はい、それで18万円台で手に入るとか、はい、僕はすごくいいと思いました。何よりも40段の減衰調整できるからすげえ細かいところがセットできるし、今回走ったのは2020なんですよね。そうですね、2020、まあ、そうなんだ、はい、はい、だからこれを締めていけばもうちょっとハードな味付けもできるし、はい、そのハードとしてもそうですね。ありがとうございました。いいです。ちなみに田辺さん的には、はい、このサスペンションは、はい、まあ、どういう人に使ってもらいたいと思いますか。ユーザーさんに楽しんでもらいたい、まあ、それファントライドっていう、まさにファントライド、うん、走りを楽しむっていうところをユーザーさんに向けて作った商品なので、スポーツ走行だったらそういうところで楽しんでいただけたらなと思います。走るの今乗ってる車が楽しいと思ってる人ももう一段上の楽しさを手に入れるのにぜひぜひファントライド調べてみてください。詳細は概要欄の方に載ってますので、もっともっとこの動画よりね、いろいろ知りたいと思ったらそっちもチェックしてみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。この動画を見て面白いと思ってくれた方は高評価およびチャンネル登録、このボタンですね、押してくださいね。田辺さんの SNS とかもいっぱいやってるんですね。そうですね、Facebook から Instagram、Twitter やっていただきたいと思います。その辺の情報っていうのも概要欄の方に載ってますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。楽しかったね。もう一回乗ってきていいですか。どうぞ、全然乗ってきてください。モーターズチャンネルからお得なプレゼントキャンペーンのご紹介です。7月27日以降公開された動画の中で紹介されているパーツをモーター柄で買ってくれた人には、なんとヌルエロパーツ、モーターコのタイヤ、ボディ、そしてガラス、このうちの3つの中からどれか1個をランダムでプレゼントしちゃいます。イエーイ。応募方法は簡単。モーター柄でパーツを買った時に備考欄に YouTube で見ましたって書いておいてくれればそれだけで OK。 開催期間は7月の27日から8月の9日まで。この2週間でカーパーツ、カーグッズを買って、あなたも今度ヌルエロパーツ、モーターコの効果を体感してください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。
あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。